寺尾関とは現役の頃からすごい可愛がってもらって、俺が17歳の時に、まあ、これ言っちゃいけないんだけど、17歳で初めて東京の六本木に飲みに連れてってもらった相手が寺尾さんやった。へえ。まだ当時マックしたよ寺尾さんは、俺の半年先輩やったっけ。でそのそういうとこから付き合いがあって、いつもこう巡業とかで行ったら話したりとか、すごい仲良くしてもらってて、で俺が現役10年やって辞めるときに、まあ、同期生の琴藤と旭道山は断髪来てくれたんやけど、で寺尾関とか神楽関とか仲良かった人にも一応ご案内はしたけど来れんかったっつうんで、寺尾関がその俺が9月場所で辞めて、ある年のその次の九州場所の時に、俺がもう当時働いてた中洲のスナックと同じフロアに寺尾関がよく行く、まあ、ラウンジがあったの。ラウンジっていうかミニクラブみたいな店が、でそこにその従業員